岡本、校長の要因は炭水化物制限で減量したこと。体重は昨季から8キロ減。オフには、以前から行っていた朝の有酸素運動に加え、食事制限を実施した。そば、うどん以外の麺類とパン、揚げ物を取らないようにした。シーズン中も、体重をケアしながら制限を継続。今年やってみただけ。続けるかわからんよとはぐらかしたが、それもまた強い覚悟の表れだった。立浪、白米は？米は食べないとは言ってない。巨人岡本、初の大台40号、食事制限効果8キロ減で体の切れまして好調キープ。地味に岡本校長先生になってて草。おとといの阪神戦見たら岡本なんか痩せてたんだよな、やっぱり絞ってたのか。ラーメンは油ギトギト、パスタも塩ならともかく、だいたい油っぽいソースかかってる。パンも食パンならともかく大抵菓子パンとかやろ。その辺を制限するのは合理的やな。岡本って球場で見ると化け物クラスの下半身してるよな。野球選手って基本得体やけど、その二回り上を行くからビビる。令和の米騒動は終わらねえなー。